今日も見かけなるスニーカーを見かけ、どうもバスケットマンです。そんな中にはインニュアフェイス、はい、ってことで今日もやっていきましょう。今日始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ポン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 、ってことですね。今日はですね、持ってる冗談一気に全部紹介、いってみましょう。レッツティップオフ。今日紹介するのはジョーダン6、イエーイってことなんですけども、ジョーダン6ですね、この辺からですねちょっとね量が多くなってきますね。ちゃっちゃちゃっちゃいってみたいと思います。ことで、まあ、結構売ったんですけども、それでもちょっと多いんでいってみましょう。まずはこちら1足目、はい、ってことで、よし、開けてみよう。ああ、これも最近ですね、ジョーダン6かまいんってことなんですけども、かかとナイキのやつですね。まあいいっすね。いやー、このカラーはいいっすね。まあ、オリジナルカラーでもうね完璧ですよね。白赤黒みたいな感じでね、かまいんですね。やっぱかかとナイキ光りますよね。いいっすね。こいつはまだ元気ですね。もうね死にそうな6もあるんで、まあ、死んでる6もあるんですけども、まあ、そいつもね紹介しようかなと思ってます。かまいん、急ぐにかまいんですね。いいっすね。いや、ちゃっちゃいかないとね。そして2足目こちら、はい、ですね、昔も今もジョーダン6はこの箱っすね、このね。で、よいしょ、あー来ました、ジョーダン6インフラレッド、綺麗ですね、よーいい感じ、うん、このね、ピンクっぽい赤みたいな感じですね、まあ、めちゃくちゃ綺麗ですね、ちょっと合わせづらいかな、僕はバーシティレッドの方が好きですね、バーシティレッド全然復刻しないしね、ね、インフラレッドばっかでね。もうちょっと真っ赤なやつがいいですよね。はい、こいつもまだ元気ですね。結構古いんですけどね、こいつね。はい、花道が入ってたね、インフラレッドじゃなくてそれはバーシティレッドですね。そしてこちら、あ、来ました、ジョーダン6ブラックインフラレッド、はい、こちらかかとがジャンプマンってことなんですけど、今見たらね結構やばそうな雰囲気あるな。大丈夫かなこれ、早くない、やばくなるの。まだ大丈夫か、まだ大丈夫だね。ね、ちょっとここリフレクターなんて光っちゃうんだけど、ジャンプマンの方ですね。さっきのインフラレッドもそうですけど、これもね確かジョーダン6が23周年の時に鬼のように出た中の確か一足だったと思いますね。いいっすね、やっぱ6かっこいいな、超かっけえやね、ハイカットで。はい、そしてそしてそして、よいしょよいしょ、いってみよう。はい、痛い、あーあーあああ、来た来た来た、はい、ジョーダン6かわいいのかかとがジャンプマンの方ですね。これもね23周年の時の6ですね。かわいいっすね、本当に素晴らしいね、完璧だよ、超かっけえじゃん。はい、よいしょ、そしてもうどんどんいかないとね。はい、こちら、そしてういっと、あー、これはいいですね、僕の中で大好きっすね、ジョーダン6、これティンバーウルブスカラーのやつってことで、ジミー・バトラーがまだねジョーダンブランドと契約してた時に、まあティンバーウルブスだったから出たやつですね。いや、めちゃくちゃいいじゃないですか、ティンバーウルブス。これはオリジナルカラーじゃないけど超かっけえなって僕自分の中で思ってますね。なんかいいっすよね、この何ブルーっていうんだろうな、これティンバーウルブスブルー、そんなカラーないか。はい、よいしょ、そしてもういいか、はい、ってことでダンってこと、あ、いいっすね、はい、ブラックインフラレッド、かかとがナイキのやつってことで、これもいいっすね、あ、リフレクターですね、いいっすね。いやーね、これいいっすね、これ全部欲しかったな、ね、ちょっと前の2000何年だったっけな、やつ欲しかったっすね、あれ持ってないっすね。あとオリジナルからはもうコンプリートなんですけど、まあ履けないでしょうね、まだね、全然黄色くないですね。うん、いいですね、こいつらは元気、まだまだ元気ですね。ブラックインフラレッドということで、やっぱ6かっこいいな、6ちょっと見てるだけでテンション上がりますね。いいですね、そしてこいつ、はい、ってことで、はい、ってことで、よいしょ、来た、あー、これ僕も好きですね、6やっぱ何でもかっけえな、ジョーダン6ブラックキャット、こいつは活かしてるぜ、パンチングレザーみたいな感じですけども、いやー、いいっすよねー、黒猫さんがね、ここいるんですよね、ブラックキャット、いいっすよねー。13とかでも一緒に出ててね、僕は6しか買ってないんですけど、今考えたら13もかっこいいからなー。いやー、かっこいいな、これはいいっすね。いやー、いいっすね、閉まる、閉まってる、
よいしょよいしょ。はい、次の6がよいしょ。あ、こいつだ。次の6こいつだ。はいはい、おお、いいじゃないですか。ジョーダン6スポーツブルーってことなんですけど、これ完璧ですね。もう全部完璧ですね、6に関しては。ダサいからなんかないよね、6。いやー、いいですね。スポーツブルー、これオリジナルですね。白、青。いやー、いいですね。ユニバーシーブルーもかっこいいですもんね。ユニバーシーブルー売っちゃったかな、どうなの、忘れちゃったな。まあ、出てきてなかったら売っちゃったんでしょうね。持ってたんですけどね。はい。いや、素晴らしい。これはいいね。ちょっとよ、あ、ちょっと、もしかしたら痛みが始まってるのかもしれない。はい。よいしょ、いってみよう。次の6がこいつだ。はいってことなんですけども、はい、あー完璧ですね。これはジョーダン6、これはヒストリーオブジョーダン AKA スパイジークってことなんですけども、まあ、スパイジーク、ヒストリーオブジョーダン、どっちでも名前は OK なんですけども、まあね、スパイジーク、あの内側がね、あのスパイジークの柄になってて真っ赤で、いや、いいっすよね。なんでこれヒストリーオブジョーダンって名前なんだろうね。ちょっとわかんないですけども、これも確か、まあ、23周年の時でですね、そこがですね、やっぱ赤、真っ赤、超かっこいいじゃないですか、真っ赤ってね。いや、いいっすよね。完璧だ。はい。そして次の6が、こいつ。はい。はい。これはめちゃくちゃ欲しくて、当時買えなかったんですけども、その後ね、後日ね、確かハイコレクトさんで、新品を見つけて買っちゃいましたね。超安かった。これ定価でしたね。はい、来た、インフラレッド23。これ超好きっすね。で、当時はドットコム限定で買えなかったんですよね。で、一回鬼のようなプレーについてましたね。確かね、7万とかついてた気がします、当時。で、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ落ちてって、はい。今じゃあ、まあ、プレーについても多分3万いくかいかないかだと思うんだよな。でも本当ね、ピークはね、7万ぐらいしてたね、これ。めちゃくちゃかっこいいよね、これは。本当にかっこいい。僕は定価で買いましたね。いいっすよね。全然元気。いや、これはね、本当ね、どうしても欲しかった中の6っすね。はい、そして、ジョーダン6こちら、はいってことで、この穴開いてるしね、これちょっとね、落としたらね、穴開いちゃったんでね、ショックだったな。はい、これはね、まあちょっと最近ですね、ジョーダン6DMP の黒の方ってことでね、まあ、DMP ディファイニングモメントパックってことで、6と11でね合体して発売してたんですけども、それの6のバーラムですね、復刻の黒金ですね。超かっこいいじゃないですか。だけどね、ちょっとさっきもずっと6触ってますけど、このね、DMP だけね、すげえ皮が柔らかいの、パコ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 しちゃってんだよね、これ。ね、何なんだろうね、この辺から皮ちょっとおかしくなってんのかな。俺は好きなんだけどな。うん。もうちょっとそのね、カラーはいいから、ちょっとレザーをちゃんとしてほしかったな。ね、ちょっとずつね、昔のね、いいカラーが復刻してくれて嬉しいんですけども、ね、もうちょいクオリティをね、クオリティをちょっと、どうにかしてほしかったなって思いますね。そしてはいってことで、はい、あ、おーじーってことで、ジョーダン6マルーンってことなんですけど、白、小豆色みたいなマルーンカラーですね。これもかかとがナイキですね。いいですね、かかとナイキで、全然履いてないな、マルーンなんて。俺、あ、なんか、あ、これ髪がびっくりした、なんか劣化してるのかと思った。いやー、いいっすね。まあ、ちょっと合わせづらい気はしますね。秋冬ですよね、こういうカラーは。マルーン、いや、いいですね。超かっけーじゃんね。6かっけーな、かっこいいっすね。で、ここ MJ、 ここね、ここに MJ ですよ。そしてこっちが、23ですね、なってんすよ。こうやって MJ と23が入ってんすよ。かっこいいすぎるわ、6。はい、そして次の6がこいつだ。はいはい、ってことで、これなんだろう。ああ、あったあった、売ってなかったよ、売ってなかった、ユニバーシティブルー。いいよね、これ本当に。スウェードだからちょっと汚れ目立っちゃうんだけどね、ちょっと全然履いてないの、なんかちょっと汚れてる雰囲気があるな。俺あんま履いてないんだけどな。ね、なんかちょっと、あ、なんか、え、黄ばんでるよね、これ。あ、黄ばんでる。え、これそんな昔じゃないよな。なんか黄ばんでる、なんで。早いな、早いね。そんなに履いた記憶ないけどな、これ。あ、そうですか、そうですか。そして次、お、あ、これはもうめちゃくちゃレジェンド6で、箱からいっちゃったらわかる。はいはい、もうあいつですね。よいしょ、もう何回も撮影で使いましたね。ほぼほぼ
ほぼ履いてないです。1回しか履いてないですね、僕ね。ジョーダン6、スラムダンク。いや、もうこれやばいよね。でもスラムダンクはめっちゃ綺麗だな。これこそ確か6の23周年の大目玉でしたね、本当に。10番。ってことでね、今年ね、あの映画も公開されるということで、ちょっと僕は、まあ、スニーカーは出ないにしてもフィギュアとかなんかおもちゃ系は出んじゃないかと思ってる。それはね、根こそぎ俺は買ってやろうと思ってますよ。そして、あ、これもレジェンド6ですね。はい、ということでこの金のやつはもうシャンパン&シュガーですね。よいしょ。はいはい、いやー、これシャンパン、ジョーダン6シャンパン。いや、超かっけーっすね、これ。これも23種類ね。いやー、いいですね。これ確かね、あのちっこなってて、ね、暗、あの光るんですよね、暗いところで。いや、超かっけえな、これ。これやっぱこれリングがいいよね、リングがね。いや、これは最高ですよ。レザーも生きてね、硬いんだよね。で、インソールコルクになっててね、めちゃくちゃいい、これは。本当に。レジェンド6ですね。はい。これが、萌え白ですね、あの、デザインは。でよし。で、もう一個が、シャンパンシガーのシガー。でこれもいいよね。レザーが超かっけんだよね。よいしょ。こう超高級レザー、高級ソファー感がある。はい、シガー。いやー、これもまあどっちも秋冬だね。やっぱ光ってるな。かっこよすぎるぜこれね。こいつは全然黄ばんでないな。なんでさっきのユニバーシブル黄ばんでたんだろう。超いいじゃないですか。いやー、素晴らしい。よいしょ、島を綺麗にね、綺麗にね、よいしょ、内側にね、よいしょ。で、こっからはですね、ちょっともう履けないシリーズですね。やばいですね。もう箱も古くなっちゃってるんで、だいたい、まあこの箱ですね。2000年代、まあ半ばぐらいの箱ですね。はい、多分出すのも怖い。やべ、あ、終わってる、あ、もう終わってますね。ジョーダン6、オレオなんですけど、オレオ、まだ、もうやばいね、ほら、バカっていっちゃってる、いっちゃってる、あ、もうここもいっちゃってる、はい、ここもいっちゃってますね。やばいね、あんまちょっと出し、いっちゃってるわ、もうここもダメだ、ダメだ、外れちゃってるもん、ここね、やべ、やべ、やべ、はい、しまいます、しまいます、これはまずいぞ、やべえな、これ次出す時があったら、もう多分、粉になってるな、はい、もう一個、もう一個いってみよう、もう一個、やべえ、はい、またこの箱ね、いやー、困ったねー。こいつもやべえんじゃねえの？あ、こいつは大丈夫かな？あ、まだこいつ大丈夫だな。まあ、履けないと思うけどな。くぼんでるわ。ジョーダン6、バシティレッドってことなんですけど、いやー、これも危ない危ない危ない。あーね、曇っちゃってっから履いたら粉になるな。そうね、これ。さっきのオレオのが危なかったね。いやー、これはまずいね。最悪ですよ。ね、好きだったらね、バシティレッド早く復刻してほしいな。よいしょ。あ、怖いね。はい。ラストね、ちょっと見せるのも危ないやつね。これがね、ジョーダン6、カーマインのオリジナルってことなんですけども、オリジナルのカーマインですね。まあこんなのは、これは確か関係ないけど、いただいたやつで僕めちゃくちゃ好きなんですけど、これね。で、オリジナルですね。もうダメ、もう全然ダメ。はい、もう、粉、化石ですね。はい、最悪。いや、これがカーマイン。もうほんと寂しいですね。スニーカーってこうなっちゃうんですよっていうのが代名詞ですね。はい、こうなっちゃいますってことで、いやー、ジョーダン6は結構持ってますね、本当で。次が5で、まあもちろん皆さんご存知1が一番持ってるって感じなんですけども、はい、ってことでですね、ジョーダン6多かったですね。全部で19足ってことで、まあ売ったやつもあるから本当はもっとですね、多分ね、売ってなかったら24、5ぐらい行ってたんじゃないかなと思っております。ってことでね、いやー、ここからですね、次はジョーダン5、一気に紹介します。多いな、ここにあるんだけど、ちょっと多いですね、見てるだけでもちょっと大変ですね。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。See you! Next game!